そして植物の蜜を蓄える。ポケモンと言ったらわかるよな。それはウルーだぞ。確かに草かないけどさ。急にスーってなるよ。じいちゃんじいちゃんじいちゃん見て、お湯よ。お、よかったね、仲良しちゃんになったのよ。それはディグダ151匹ずっと探してたらね、それは仲良くなるわ。そう、ずっと二人ともわしちゃんについておいで。イエイ、わしちゃんついてくよ。わしちゃん行くよ。あ、後ろにおたまろのさ、ボール欲しい。かわいいね、あれね。夏おちんとダクマ、もっと強くなりたいなら、はい、ダクマ専用の修行所、え、双剣の塔に挑んじゃいなよ。挑んじゃいなよ。こいつの声に1週間開けたら分かんなくなっちゃったよ。そうだぞ。青いのは水の塔、赤いのは悪の塔、登れるのはどちらか一つの塔のみ。へえ。選んだ塔によってダクマの格闘の方がっていうかタイプが決まるから、よく考えて選んでね。ダクマのレベルをしっかり上げて準備してから登りなさいな。へえ。あ、じゃあダクマのレベル上げしなきゃいけないの。あ、そうなん。チミたちが塔のてっぺんにたどり着くこと、わしちゃん楽しみにしてるよ。はあ、でもね、ダクマが強くなってももうディグダは探せないんだよ。うん、もうやめろ、ディグダ探すペースで歩くの。捕まえるんだ。やった、モンスターボールで捕まえてやったよ、ロックマンをな。ロックマンって名前でしょ。誰だよ、マサヒコ。どっこいしょって言って。そう、どっこいしょって言ってんの。ほんとだ。まさか、あいね、ねえねえ、どこ住み？どこ住み？やめろよ。やめろよ、住居から攻めるなよ。悪道を知り尽くした我が最善の力をお見せします。悪道を知り尽くしてるってない、悪いお姉さんだよ。悪いこと一通りやってきた。ああ、痩せるね。変わらわら効果抜群がある。え、待って待って、悪タイプの道場悪しか出ないってことはさ、水より楽じゃない。確かに、攻撃してくれたらゴツメが仕事するんです。いやいや、え、で余裕のゆっちゃんなのでは。待って、全然余裕じゃない。かわいい、かわいい。押せる押せる、もういいんじゃない。LINE 教えて。どうする、どっこいしょ行く。行くの。マスタードでいるよ。ほら、マスタードさんが。どうしたの、どうしたの。担々麺は今はやばいって。今からフードファイトするんだ。飛んじゃうってシャツに新しく買ったの見たでしょ。カレーうどん。チミならこっちの悪の塔を選ぶと思って待ってたよ。嘘だ、二人なんだろう本当は。本当はお前マスタードとバーベキューだ。マックじゃねえか。チキンマックナゲットじゃねえか。最後の悪の極意、わしちゃんじきじきに授けよう。え、ということはこの人水ポケモンと悪ポケモンさ、どっちも持ってるのか。あー、そういう感じ。お、あ、待って、嘘、かっこいい。うわー、猫背じいちゃんは仮の姿だったんだね。え、ダクマだよ、ダクマだよ。ダクマじゃん。お主らには本気の姿で向き合わねばな。腕ムキムキなのかっこよすぎる。さあ、五感を研ぎ澄ませ、戦いの中で成長せよ。お目目がか、え、どっかのハンター協会とかで会長やってませんでした。俺さ、待って、フレンドリーショップの提供で回復し続ければゴツメセットで勝てるから、勝手に死ぬから、ツバメ返しした瞬間の衝撃で死んでもらおう、うん、オッケー、続きを与えていこう、うん、やっぱり提供はフレンドリーショップでいこう。はい、最後までね、うん、ダウンロードコンテンツも最後まで、はい、提供フレンドリーショップでお送りいたします。よく見てよ、この夏男のジャケットにフレンドリーショップのさ、ロゴ入ってるでしょ。あー、かっこいい、かっこいい。え、かっこいい。うそ、なんかこのカッカッカッカって笑う感じが爽やかでいい。若者の成長にはいつも目を見張るばかりだ。やったー、まあ、めっちゃ金もくれるし、なんでと同じくらいくれるぞ。ねえ、気づく、俺忘れないよ、8000円しかくれなかったの。やめろよ、そっととシルディの悪口言うの。お主らよく頑張った。イエス、かわいい、イエイイエイ。うちの夏男くんはね、ポケモンにしか心開けない。かわいい、かわいい、めちゃめちゃかわいい。いよいよダクマ進化の時。え、やだ、恐怖。そやつにあの掛け軸を見せてやってくれ。帰るな、帰るな。やだやだ。スッと帰るな。待って、ちょ、バグったかと思って今。ね、変わらずの意思持たせんの。いや、そうそう、あったよなと思って。あ、あった、あるじゃん。じゃ、持たせたらどうなの。ほう、ダクマのままで。お、お、それがオルジナにとって最善の選択なんだな。いつか進化させたくなったら自由に塔を登り、掛け軸を見に来るがよ。あ、そうなるんだね。本当にこれでいけるんだね。あ、ダクマのままでいけた。
申し分ない強さ、そろそろ頃合いだな。え、なになになに、ホップだ。ホップ、おお、夏男おかえり、道場での修行頑張ってみたいだな。お、なんだホップか。おい、もうちょっと驚いてくれてもいいだろ。ホップ本当に優しいよなこいつ。俺ダイマックスの調査でさ、しばらく鎧島にいるんだ。あ、そうなの。ところで夏男ちん、なんだちん、ダクマが進化したポケモンウーラオスについて教えるね。大丈夫です、進化してないんで、うん、すごいネタバレ。ウーラオスっていうんですね。すごい前ネタバレしてくるじゃん。タイムアウトして誰か。ウーラオスは巨大マックスの可能性を秘めてるんだけど、大キノコの風味が苦手で大スープ飲めないんだよ。あら、かわいそうに。鎧島で取れるあるものをスープに入れれば飲んでくれるようになるんだけれども。へえ、そのあるものとは忘れちゃったよ。は、優しい、そりゃないぞ。この子のやつをマジブチ切れてっかね。内心もグツグツだよ。ウラウスが大スープを飲んでくれるようになるあるものはポケモンが関係してるよ。モーモーミルクじゃない。モーモーミルクじゃない。これはモーモーミルクでは、ね、だけどウラウスがいないんだよ。もう終わったわこれ。夏男はいつまでもおふとんと仲良く暮らしたのでした。ジエンド。めえめえめえ、やめろやめろ。半端に聞いちゃって俺もあるものが気になってきたぞ。そういえばウラオスって多分本で読んだことある。おお、ちょっと勉強してるホップ。確か遠い地方の山岳地帯に住んでる憲法ポケモンだよな。へえ。褒めてやるか、うん、いや、たまたま最近外国のポケモン調べてさ。たまにはあれだよ、たまに開けとかないと。たまには好感度上げとかないと友達やめられちゃうからさ。確かウーラオスってのは粘り気が強い蜜が蜜大好物だったよな。ダイマックスも調査員もなるし俺も手伝ってやるぞ。でもな、ウーラオスがいないんだよ。そうなんだよ。ホップ、俺ウーラオス持ってる流れだったけど、俺ウーラオス持ってねえんだよホップ。あれだね、あの多分ほらビークイーンみたいな、あーなんかいるのかもね。あいつらいたんじゃない。ルミナスメイズの森と違ってムシムシしてて汗びっしょりだ。ルミナスメイズの森ってどこ。キノピオがいたとこ。あーあそこ。キノピオいないけど。いたかな。ソニアは俺と分担して寒い雪原を調査してるから。あ、お、それは次のやつじゃない。宣伝ですかホップさん。お前が来るまで調べてたけど、この集中の森にはドレディアとカジッチュがいるらしい。何カジッチュって。知らない。ドレディアは知ってる。そいつらの花から、花や果実からウーラウスが好きな蜜をちょっとだけ分けてもらおうぜ。でもな、ウーラウスがいないんだ。お前か、お前ドレディアだ。え、これ違うでしょ。これドレディアでしょ。何これ、だってこれドレディアの赤ちゃんだよこれ。チュリネだってこれ。チュリネだ。チュリー、かわいい。こんな子捕まえられない。様子がおかしいな、どうしたの。かわいい。何何、なんか探してる。言われてみれば確かに。あ、なんかちょっと困った顔してる、ね、かわいい、かわいい。まだ小さいし親とはぐれちゃったのかな。夏男、放っておけないよな。だからこういうさ、人情が関わることを俺に聞くなって。俺に聞くなって。お前が先導して行った方がいいよ、うん、シュリネの親のドレディアを連れてきてくれよ。こいつがひっついて危ないから俺はここで待ってるぞ。オッケー。お前蒸し暑いから動きたくないだけでは。貴様、親のドレディアがどこにいるか分かんなくない。ドレディアどれみたいな。え？テテテレレレレレテレレレ。やめろやめろ。これだ。あ、いた。ドレディ。もしかしてドレディアってエッチポケモンじゃ。いたぞエッチポケモン。さや基準だとな、エッチポケモンになっちゃうんだ。レディ？かわいい。かわいい。夏男コミショか。どれ？ね、あの空飛ぶピカチュウさ、欲しいな。あれ空飛ぶピカチュウって言わないでください。エモンガです。あれ空飛ぶピカチュウ、どうやってあの空飛ぶピカチュウ手に入れるんだろうね。撃ち落とすんじゃない。え、えぐ、長年ポケモンやってきてる人と思えない愛情のなさだったんだけど。ほら、ママ来たよ。あ、ロングヘアじゃん。ショートボブからのロングヘアじゃん、お前。うわ、狙いすぎだろ、それは。かわいい、エッチポケモンじゃん。かわいい、かわいい、なんてかわいい親子。ドリアー、あ、出会えて喜んでるよ。かわいい、めちゃめちゃかわいい。嘘だろ、こいつらに火炎放射打ってたやつがいるのか。嘘、信じられない。信じられない、人としてどうなの。出会ったからってこいつらに火炎放射ぶちかましてたのか、お前ら昔。めちゃめちゃかわいい。かわいいよ、チョロンもあるし。ね、かわいいしか言えないもん。え、これってドレディアの花の蜜。その手にもらったの、べっちょって手でもらった。リリー、かわいいよ。かわいい、もうかわいいしか言う。どうするこの後のこの森でこの子たちに会ったらドレディアに会うかも。
トレディアに会って解放者したらこいつるかもしれないよ。それでもあなたはポケモンを倒しますか？やめてほしい、やめてほしい。精神的にやられる。ウラウスが好きな濃厚な蜜だといいんだけど。ちょっと薄味とか言われたらどうしよう、ね、ペロ。え、お前が食べちゃう。お、粘り気があるというよりかはさらりとしてて違うかもな。おいしいやつじゃん。そうやん、お酒にしたらおいしいって。なんなん、おカジッチュだって。ただいいことしただけじゃん、ね、カジッチュって誰なん。カジッチュはきっとカジッチュ。やめろって、カジッチュのカジッチュ。やめろって、欲張りすか欲しがりすしか出てこないんだって。ほらな、どうせピカチュウじゃん。空飛ぶピカチュウ。空飛ぶピカチュウ来たよ。撃ち落とさなくてもよかったんや、空飛ぶピカチュウは。すごい、なんかドローンみたいに飛んでるけど。前名前はドローンだ。やめてやれよ、飛び方がドローンだからな。あ、いた、カジチュウ。何これ、目そこについてんの。目そこについてんの。視神経細い。ん、木の実の木がどうかしたのか。お、ティー。何、おいて、何何、あいた、カジッチュが頭の上に落ちてきた。ええ、ん、頭しっとりしてないか。買ったばかりの8000円ぐらいする帽子なんですけど。8000円の帽子。え、そんな毛羽立った蜜をスープに入れるおつもり。え、俺の帽子からペロリするな。もうホップなんでもありじゃねえかお前。あれ違うってよ、粘り気があるというよりかはジュースみたいで違うかも。ビシャビシャやないか、じゃあ帽子。もう俺の頭ビシャビシャ。ビシャビシャやないか、買ったばかりの帽子やぞ。そうか、そうか、花の蜜や果実の蜜にポケモンの中の体の中の物質が混じり合った蜜なら。わ、なんか賢そうだよ。わ、なんか博士っぽいこと言ってるよ。ね、どっちも選びたくないって夏男が言ってる。早く言えや、認めてやれ。うわー、きっとそうだぞ。いやだ、ホップにとって俺は話ができない人間でいたかったのに。フレンドリーショップに行けばいいんじゃないかなとか言ってくれるのが夏男なんだよ。そして植物の蜜を蓄える、ポケモンと言ったらわかるよな。いや、それはウルーだぞ。確かに言ったと思うけどさ。急にスーってなるやん。急にマジレスするやん。やめて、ホップ。でもなんかさ、ここでさ、こう夏男のさ扱いを分かっているホップ出してくるのやめてほしい。確かにね、だんだんね、だんだんもう夏男はね、うん、そうそう、まあお前そういうやつだもんな、うん、みたいな。ダイはさ、ハチネスポケモン。あ、出た、ゲンちゃんが言ったビークイーンだ。やっぱほら ね、ほらそうだと思ったよ。あるよ、この辺りで見たことない六角形の島。あ、あそこだ。でもさや六角形の場所って言われてすぐピンとくるからね。もうさやがもう地図が完璧に頭に入ってるね。やめろって、この島の。おい、やめろ、おかしいな、全く迷うことなくここにたどり着いてしまった。着いたよ。あ、さあこっちだぞ。蜜葉にはいるけど粘り気のある蜜を持ってそうなビークイーンが見当たらない。お、ソニアから借りたパワースポット探しマシーンが。夏男、真ん中の木なんか怪しいぞ。オッケー、じゃあ今からよもぎもちに自信をあってもらって一気に全部落とす。もうビークイーンじゃないのも落ちてきた。欲張りすとか5匹ぐらい落ちてきた。やだ、木を揺らしますか。だって、ね、揺らそう。俺の筋力でいけるかなと思ったけど、うん、え、これ揺らすってやばくない、うん、よもぎもち使った方がいい。え、夏男、夏男マジチャンピオン強い。おい、チャンピオン、腕力がチャンピオンだぞお前これ。うわー、やばい。あ、ほら、大いなる蜂蜜の神が怒ってるよ。うわー、あー、ダイマックスしちゃうで、これ。うわ、なになに、やばいやばい、うわ、やばい、来てるよ、来てる。この視点、バイオハザード4でしか見たことない。ね、三つ、こわ、うわー、これに引きずり込まれたのか、やばい。よもぎもちが大福になるぞ。ずんだもち、枝豆。さあ、とあるところで食べてさ、うん、枝豆の羊羹、羊羹すごいまずくてびっくりした。ゲンさんダメージめっちゃかかって。何ダイナックルって、何知らん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 、お前、嘘でしょ。やばい、待って、やばいな、なんか愛の力だけで戦ってる。やばい、これはやばい。ホロちゃん、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 ごめん、あ、ホロちゃん、ホロちゃん。ついに一段目消えてみましょう。消えられない。あー、待って、ま、あ、出るとした。気使うなってホップ。いや確かに私もね、真ん中の木が怪しいと思ってたんだよ。ちょっと待って待って、うん、ホップホップ、俺のポケモン返して、ホップ、うん、そう、返して、俺預けたポケモン返して。もういい、先手行こう、先手、もういい、とにかく先手行こう。
ハマグリ。え、ハマグリにしたんだっけ結局。そう、速さ重視でハマグリ。お前しかいないんだ私にはもう。お前だけが頼りだ。助けてくれハマグリ。ハマグリ早い。いいね。愛してるよハマグリ。ハマグリ。やっぱりハマグリだ。やっぱりハマグリだよ。はい。生きるのでは。生きるのでは。もしかして。ハマグリ。ハマグリ。ハマグリ。その3つ、粘り気たっぷりだし、ウーラオスが好きなあるものに違いないぞ。お、甘い匂い察されたぜ、ふふ、そうよ。ふふふ、ウーラオスの好物、内密バッチリ手に入れてきたぞ。ありゃま、この短い間に。せやで。やったね、夏男チン。やったね、ホップチン。イエーイ。やっぱり内密のこと忘れてなかったんだな。あ、わざとだったね、試してたのね。おかげさまで元気の塊がつっからかになったぞ。つっからかになったわ。マスター道場で教えられること、夏男チンにはほぼほぼまるっと教えちゃったね。まあ、ティアンピオンだからね。ちなみに俺の帽子は未だにベタベタだぜ。ベタベタですよお前。今のチートなら全力で勝負できそう。マジで？え？わしちゃんもチートトレーニングする必要ができちゃったし。おお。本気の本気のわしちゃんと戦う覚悟ができたら、道場裏のバトルコートまでおいで。うわあ。まだ本気出してなかったのね。まだ本気出してなかった。でもね、とりあえず私たちがまず行くところは一つ、フレンドリーショップ。今チャンピオンボコボコにされたんだ、夢でな。チャンピオン金ないよ。チャンピオン金ない、服買っちゃったから。わしちゃんね、最近思うのよ。最初は勘違いだったとしても。それって恋なんじゃないかって。なんで誰のこと？チミが道場に来てくれてとってもよかったって。そうよ、天才だからね。謎人、ほんとありがちょね。ありがちょね。久々にわしちゃん、チーは筋肉を取り、心うはうは。うはうは。強敵との勝負はジジイになってもやめられない。おお、いいね。いやでもこういうね、戦闘狂みたいな人好きよ。好きよ、じいちゃんで、ね、うん。さて、お、世界一楽しい時間の始まりだよ。また脱ぐ。おお、ばやっぱかっこいいね。かっこいい、道場主のマスター。強敵を前に久々にたぎる、たぎるぞ。お主らの修行の成果、この勝負で出し切るのだ。オッケー。いいね、おじちゃん早い。おじちゃん演奏会だよ。愛おしい。あ、ギリギリ。俺たち一回行っちゃおうか。うん、基本は上出来だが、それだけでは勝てぬぞ。あれ、でも自滅しちゃうんじゃない。あれ、待って、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、それだけでは勝てぬぞ。勝利の女神はわしに微笑んでいるぞ。おじいちゃん、でもそれはおじいちゃん、おじいちゃん。おじいちゃん。やった、かっこいいね。見せてくれよ、ウーロウソ見せてくれし、ウーロウソジュライマックスも見せてくれ。あー、これあれ待ってプロモーションで見たやつ。水くないこいつ。今日は水、お前水じゃない。あ、水、お前水ちゃう。あ、やば、あ、やった。わー、ホロちゃん。相変わらずホロちゃん。ホロちゃん泣きそうだよね今ね。そらそうよな。相変わらずホロちゃん。どうする、どうしよう。動け。あ、大技を放つが耐え抜けよ。さあさあさあ、やべ、巨大連撃。ホロちゃんごめん、オーバーキルにも程ある。いや、まあ、それはちょっとさ。よっしゃ、よっしゃ、耐え抜いた。怖いね、怖いね、怖いね。大爆発しちゃうよ。大爆発したポケモンの第三弾しちゃうよ。第三弾怖いね。おい、ひねりつぶせ。聞かねえよそんなの。バカ。あと雲下がっちゃったね。あと雲下がっちゃったね。あと雲下がっちゃったね。バッサカだね。お前たち最高だぜ。あー、最高。最高だ。3万円だ。おー、お金持ち。やった、フレンドリーショップで物が買えるぞ。買えるぞ。やった、フレンドリーショップに行けるぞ。コンピューター以外に煽っちゃダメだよ絶対。そうですよ、絶対ダメですよ。人間に同じことやったらただに悪いやつだからね。そうですよ、格好悪いからね。煽った方、あの、いくら強くても、あの、煽ったら格好悪いからダメだからね。説得力な。ちょっとダーリン、負けちゃったんだって。みんな来てくれたのだな。あら、やだよもう本気の姿。相変わらず惚れ惚れだわ。相変わらずあなたがやるんですね。驚かないさ、夏を勝つって信じてたからな。やっぱ見に来るつてだよな。ねえ、ホップどこ見てんだろう。
本気師匠に勝てるあなたに私が勝てる道理がない。そうですよ。はあ。しかしまた次回勝負する際は正々堂々勝負です。私一矢報いますのでね。やってみましょう。本当に本当に あなたとても立ちが悪い。私には負けません。分かってんじゃん。よく分かってん。俺立ち悪いんだ。立ち悪いんだ人にとっては。そうなの。自覚はあったんだね。あ、師匠戻ってますね。夏尾人、これからもちょくちょくわしちゃんと勝負して。あ、本当だ、戻ってる。お互いを高め合おうよ。イエーイ。来たるべき時のためにね。え、どういうことね。なんかちょっとさ、マスタード若干なんか気になるよ、ね、伏線張ってるね、うん、ゲフリあれ、うんって、お、いつかわかるから楽しみにしといてね。ゲフリゲフリ、おもつぼか、これ。おもつぼか、ゲフリのおもつぼだろ。雪原的な意味か。こうして僕たちの旅は終わりを遂げたかのように見えた。3年後、いらっしゃいませ。夏男の姿はフレンドリーショップにあった。終わった。焦ったよバカ野郎。おい。